こんにちは、まみぞうです。今回は幸せの5つの条件についてお話ししたいと思います。この条件というのはあくまでも私にとっての幸せの条件です。ではまず条件1つ目は健康であること、2つ目は大切なものがあるということ、3つ目は生活に必要な最低限以上のお金があること、4つ目は誰かの役に立っていると感じること、5つ目は環境の変化に柔軟に対応しそれを楽しめるということです。なぜこのように考えるかはこれからまたお伝えしたいと思います。最後までこの動画にお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではここからは解説に入ります。まず1つ目の健康ですね。健康は言うまででもありません。いくらお金があっても元気な体がなければお金で美味しいものを食べることもできないし旅行を楽しむこともできません。なので健康というのは幸せになる、幸せに生きていくために必ず必要なものだと思います。そして2つ目は大切なものがあるということです。この大切なものというのは大切な人やペットもそうですね。何でもいいです。好きな人がいる、家族がいる、大切な趣味がある、大切な仕事がある、自分にとって大切と思えるものがあるというのは幸せに生きていくためにとても必要なことだと思います。では3つ目は生活に必要な最低限以上のお金があるということです。お金は心の余裕という言葉もありますが、やはり明日生きていくのが精一杯という状態では人生を楽しむことはできません。必死に毎日生きるのではなく、少しどこか心に余裕を持ちながら生きていくことが幸せに生きるために必要なことだと思います。では4つ目は誰かの役に立っていると感じることですね。もちろん誰かに何かしてもらったり嬉しいことをしてもらうものもとてもいいことなのですが、人は不思議なことにですね、自分が何かをしてもらうというよりも何かをしてあげたという感覚の方が幸せに感じるそうです。私もこのことを知ってからできるだけ自分からストレスにならない程度の親切を心がけるようにしています。何でもかんでもやってあげるのは相手にも自分にも良くないです。なので負担にならない程度の親切をいろんな人にしてあげるというのは生きていく上でとてもいいことだと思います。では最後になります。最後は5つ目ですね。環境の変化を柔軟に対応しそれを楽しむということですね。今の時代は5年先はどうなるかわからないという世界になっているらしいです。時代の変化に対応していくというのは生きていく上で必要な能力です。そしてそれを対応するためではなく、するだけではなくてそれを楽しむというのも生きていく上でとても大切だと思います。そして私はこの条件を満たすためにスーパーエイジャーというものを目指すことにしました。スーパーエイジャーというのを簡単に言うと、見た目も心も若々しく健康で人生を楽しみながらいくつになっても成長し続ける人たちのことです。このスーパーエイジャーを目指した結果、私は健康オタクになりました。健康オタクになってから前よりも少し生きるのが楽になったように思います。みんなにスーパーエイジャーを目指そうとは言いませんが、わけもなくイライラしたりストレスを感じる人は健康的な生活を3ヶ月続けるだけでも今よりも生きるのが楽になると思います。